今やってることは、地下格闘技、そうだね、ギャング、不良、日本の不良たちの、がリングの上で喧嘩をする。日本にはこう不良のね、男の子たちとかの文化がいっぱいある。ブラジルとかだったら多分ギャングって言ったらもうギャング一つかもしれないけど、日本にはこう暴走族、カラーギャング、カラーギャング、青赤バンダナ巻いてみたいな、池袋とかのカラーギャングとかで、渋谷にはこうチームって言われた男の子たちね、不良、悪いことしてる、悪いことしたりとか、こう たまってるね。俺もそういう暴走族もやって、チームもやってで、こうなってきて、まあ、それで今から7年ぐらい前に、自分でその格闘技、ずっと格闘技好きで自分もやってたんだけど、MMA 大好きで、ちょっと違うとこあるかな。やっぱブラジルは多分こう貧しい人が多くて、多分サッカーにしろ、あの拳にしろ、多分日本はこう普通にみんな仕事もできる、やってるから、なんだろうな、またそのハングリー的なところはもうブラジルにはもう全然かなわないと思うかな。日本でいうとこう地域がこういっぱいあって、うちは3ヶ月に1回、例えば大阪で大会がある、そしたら俺が電話して、メインイベントで東京と大阪でやらないかっていう話をして、で向こうがやろうとか、例えば俺のやってる大会で熊本の、まあ、分かんないか、福岡の人間に電話して東京来てくれと。マフィアはマフィアとしてはリングには上がらない。でもマフィアって言ってない人もいるかもしれないね。